Hello， 大家好，欢迎大家继续收看我黄金城先生的频道。这是怀旧系列的 PSP 版本《弑神战士》。那我们就接续昨天。两只吗？火焰级低温。到现在还没看到，那个微凸性金属。好，那我们继续。はじめ。あの、頑張りましょうね。哎呦了。被发现。
在原地。慢慢慢慢，怎么被发现了？看这里，看这里。没出现。我来了，前面有那个小怪。像要用神属性吗？
坏。耐力消耗啊！神大凯，战王核心，战王。
オも無事生きて帰れそうです。ミッション完了。お疲れ様でした。すみません。わかりました。眠い。最後まで油断は禁物です。生き延びるわ。すみません。金。阿里斯的血还没回吗？算了，差不多了。战王锁，战王锁，战王炮。总算有那个唯独性金属了。嘿，看一下。毒性，极性金属我有两个。兽神雷同。要打那个兽神。有蓄力速度，那我就不用带这个啦。战王油、红木片。神强化哦，战王合金，红木片看一下，铁塔之身。没有铁塔之身的博日罗，有哎，神属性，是世界太阳卡雷尔。他说要赚钱带他，我们试试看。赚钱，你看赚到多少钱？绝对不会再吃上面。我每次都抽中，
卡瑞。背景音乐不错。你的头直接帮他们一直补血了，进不去，进不去。不会帮我补血。
成功，下一个进站。任务完了。ミッション完了。他好快就被干掉。啊，卡了也没提到，还是他血太多了。看一下他的换金不知道怎么样。哦，好像还不错呢。兽神爪，兽神雷筒，战王油，真是的，不会吧？啊，直接打了，直接打了。偷远攻的，それにしても今ってひでえ世の中だよな。昔荒神が出てくる前はさ、すげえ平和だったみたいだよ。命のやり取りなんか全然ないんだよ。いや、まあ全部ノルンの情報の受け売りなんだけどね。旧世代の動画がいっぱいストックされてるログがあってさ、知ってる？それが面白いんだよ。バガラリーみたいな昔の番組もいっぱいアップされててさ、きっとみんなニコニコしながら平和に暮らしてたんだろうな。うちに帰ったらさ、家族が笑顔でお出迎えでさ、笑いながらご飯食べて、夜更かしして、ゲームで遊んじゃったりして、寝るときは明日何しようかなーとか、楽しいことだけ考えて、そんでまた、当たり前に次の日が来るんだよ。こんな悲惨な未来なんて、想像もつかなくてさ。まあ、わかるわけないよな。俺らだってこの先わかんねえし、誰が悪いってわけじゃないんだし。でもエイジスができればそんな世界が戻ってくるんだろう。みんなが安心して楽しく暮らせる世界がさ。おい、ピー。そうそう、見てよこれ。妹が作ってくれたお守りなんだ。かわいいやつだろ。今度の休暇にはお返しにお土産いっぱい持って帰ってやるんだ。よし、そろそろ戻ろうぜ。教官に怒られちまうよ。また腕立て1000回なんて言われたらたまんないからな。